お疲れ。お疲れ様です。久しぶりですね。なんか久しぶり。昨日も撮られて今日も撮られるっていう。でもなんか、はい。NG 現場が多くてなかなか撮れんくてな。そうですね。コメントめちゃくちゃ入ってましたよ。入っとった？寺木さん出してくださいとか。ああ、そのやつ俺あんま見ないでな。みっちー君と一緒ですね。みんなそうだろ。あ、そういうやつ以外。あんまり面白そうなやつだったら見ようかなっていうやつね。全部は全部見てないでしょ。いや、家賃交渉のやつ見ました。家賃交渉、あ、見てねえ。あれ面白いですよ。あれ面白い、あれ面白いです。面白そうなやつだから見ようかな。あれ久しぶりに面白かったですね。あ、まあ、ちょっとそう最近全くなくて現場がない。撮れるとこはないんだろ、うん、俺以外行かねえでだろ。まあそれもありますね。まあ足場もちょっといろいろあって撮れなくて。まあ他のやつバンバン撮りに行きゃいいんだって。はい。バンバン撮りに行きゃ。そうですね、レジェンドとか。あ、そうそう、レジェンドとか取りに行きゃいいんじゃない。今日何するんですか。今日は、はい、ゆくり。あ、マジですか、うん、なんか違うんですよね、普通の。違う、まだシーラとは違うやつ、いつもシーラ塗るんだけど、はい、今回は違う、ゴテゴテのやつ。なんか塗り方も違うんですか。あ、塗り方違う違う。あ、そうなんですか。まず水、俺500、サーフエプリンは500、俺はこんだけしか入れない。え、テラギスさんはなんですか。そう、本当もっと入れるんですか。もっと入れる。しゃぶしゃぶのやつおるもんで。はい、まずこっから、はい、かけ声からだ、まず。大事ですね。大事だろ、これ。ちゃんと上がる。あ、すぐ。うん、すぐ上がる。かけ声になっちゃうよ。めちゃくちゃ綺麗ですもんね、これ。うん、これ何、十何年前に買ったやつだな、これ。あ、マジですか。うん。20代で買ったやつ、まだ使ってる。あ、そうなんですか、うん、前もこの会話しましたね。会社、あ、いつしたこれ。え、ボツの動画です。あ、ボツの動画だよ、ね、よくこってこての塗装屋さんっておるが。はい、本社がずっとなんか来てなかったですね。コンボみたいになってたの。鬼が使うコンボみたいな。マジですか、そんなになってました。うん、書かなきゃ。これまっすぐな軸のラインが大事なの。はい。あ、そうなんですか。あ、ボッコボコだっただろう。道具はまあ大事にしなきゃ。なんでパートナーで、パートナー、道具はパートナーで。ああ。だろう。いいこと言いますね。お、だろう、だって女だと思って使えばいいんだで。ああ、なるほど、めちゃくちゃ優しく。お、そういうふうに。そりゃみんな大事にするだろう。はい、まあ俺は重いけどな。どういうこと。まあ俺は重いけど。よし、じゃあ行くか。まず部屋の塗り方。はい。むしむしってことで。え、全そんなすぐなくなるんですか。なくなるで。熱いってことなんですか、それ。ん、硬いんだ、ネタが。あ、硬い、分厚いよ、これ。難しいんですか、やっぱそういうのって。ん、難しいんですか。うん、シーラーと違って、はい、ムラができんで。あ、急いでやんないとなんですか、うん、急いで、時間とんでしょ。なんだこれ。うわ、気持ちいい。まず、配分。はい。これ塗っとるんじゃないんだ、これ。ネタを配るっていう。え、そうなんですか。塗ってるような見えるだろ。え、違うんですか。違う、まず配分。はい。で、だいたい 1,2 平米ぐらい。はい。塗ったら、はい、これ横で、はい、横で切って、はい、で、縦で仕上げる。 OK。 それがさすらいジャパンですか。お、そうまずこれ配分。はい。塗るじゃない。塗るんじゃないんだ。うわ、めちゃくちゃ気持ちいい。このシューティングいいだろ。はい。シューティング。うん。うわ。それで慣らしてるってことですか、前のってこと。均等に。へぇ、OK？ デロンデロンっすね。デロンデロンデロン。うわ、これすごいっすね。うん、ドロドロだぜ、これ。あんま伸びねえんだ。はい。すぐなくなるよ、材料は。あ、そうなんですか。うん、あの、希釈すればもっと伸びるけど。はい。それだと効力落ちるもんで。はいはいはい。あ、なんか効果が薄れる。あの、希釈しすぎると。これ何の効果あるんですか。下塗りの、下塗りだめ。あ、下塗りの効果は落ちるってことですか。これ下塗りだめ、下塗りの効果、下の効果が薄れるもんで。ああ、そういうことですか。希釈しすぎるとね。はい。え、うわ、すごい、めっちゃ気持ちいいですね。まあ、細いだほとんどこうやってやってると思うけどね。
やらない人もやらんで、ね、ここまで。あ、そうなんですか。もう一回こうやって塗ったら割れでしょみたいな。へえ。うん。それもダメなんですか絶対。うん、何がそんな何がそんな違うんですか。見た目は分かんないですね。あ、こうやって塗っとる。なんか熱くに。あ、熱くなるってことですか。うん、へえ。買ったやつね。カチカチの、はい、サーフで、ね。はい。完璧な仕上げ作ってけば、はい、仕上げはどんな装備持ってきても持つから。あ、そうなんですか。かっこいい。まあ、塗りに何を使うかっていう問題じゃないんだわ。はい。どんな工程で、どれだけバッチリした塗りがカッチリいけるか。はい。それで塗装の耐用年数っていうのは大きく変わってくるで。あ、そうなんですか。まず完璧な仕上げ作り。なんか、変態仮面ってやってた人と、同じ人とは思えないぐらいかっこよかったっすね、今。あれ、本当は俺、一回切るのつもりだったんだぞ。あ、なんか言ってましたね。一回でやめるつもりだったんだからね。はい。そしたらもうみんな変態仮面、変態仮面。早いっすね、やっぱ、めちゃくちゃ。一回だけだったらもっと早いけど。はい。その後、下塗りの意味がね。あー、なるほど、厚みを縦で塗っていくだけだよね。はい。これ下塗りで仕上げる感じ。はい。これを上塗りで思ってやるんだわ。はい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 、なるほど。透けがないように、絶対透けさせないっていう。はい。もう真っ白で仕上げたかのように、はい、仕上げるのがコツだね。あ、そうなんですか。で、そのままもう帰るんですか、終わったって言って。え、そのまま終わったって言って帰るんですか。上塗り終わりましたって言って。おー、はい。あ、それちゃうて。おチャラシスもそうやって言っとったけど。やっとらんつうの。まあ、みんなこうやって縦に塗って終わりだと思うけど。はい。よくスッケスケの塗装がおるが。あ、いるんですか。まあ、このサーフが。しゃぶすぎて。はい。水入れすぎて。あ、やっぱめんどくさいと。あ、それから早いよ。もういいや、みたいになっちゃうんですね。うん、早いよ。はい。あ、そこじゃないんだよね。なるほど。速さなんて求めてねえんだよ。あとが楽っすってことですもんね。うん、うわあ、すめちゃ、え、これすごっ、完成じゃないですか。本当でしょ。そのつもりでいかんと。はい。下塗りでもいいやっていう考えが間違ってるんだよ。そうですね。どうせ塗っちゃうからいいやみたいなのがもうダメってことですね。まずは完璧な下地作り。驚異の球回塗りってやつだ。球回塗り。うん、これは3回やるんだけど、これを。3回やるんですか。あ、下塗りの中で3回やるもんで。はい。まずこう。はい。これ上だけ先走っちゃうと、はい、下は上げた分だけ重なるんだわ。はいはいはい。そこだけ2回塗ったみたいになるもんで。はい。それがみっともないんだわ。あ、だから、あ、部分部分で分けて。そうそう、1本スーンって。おお、めちゃくちゃ、すごい。だろ、これ本当完成みたいですね。完成みたいだろ。こういう風に仕上げるのがプロのやり方よ。かっこいい。最初表のやつだよ、ネタがよ。はい。最初表のパンパンに持ってくるんで。ああ、だが俺それがいいんだわ。それがいいんですか。使ってったらなくなってくるだろ。はい。ああ、ちゃんと仕事しとるからなっていう。些細な楽しみですか。もう些細な楽しみ。この壁は大変だね。大変なんですか。うん、大変。こういうボコボコの、ボコボコだもんさ。はい。材もその分食らうでね。これがあれですか、この前のトークの動画で言ってた何をブラックサンダーみたいな壁みたいなやつですか。あ、違う、これまだ優しい。あ、そうなんですか。もう今ない、ほとんどない。昔の家なんだわ。へぇ、何十年も前だよ。まあ忘れがちなんだよね、みんな。もうこれでいいやって。うん、これで、まあ、まずこれね、もうこれで下塗りだから。もうはい。あ、塗るんじゃないですもんね。塗るんで、まず配っつくんだね。で、均等に、はい、させるんだ。だから希釈しすぎると透けるんでね。はい。ああ。それが嫌いなんだ。下塗りで仕上げるみたいな。これ適当にやっちゃうと上塗りはどんくらい大変なんですか。あ、これ適当にやったらええようになるよ。あ、そうなんですか。塗り残すと、はい、あと出ちゃうんだ。ああ。石だもん。なるほどなるほど。吸うんだ。だからこうやってここ塗り残すが。はい。上塗りかけるとそこだけまだ色若干変わるんだ。へぇー、きっちり入れんと。あ、この壁が吸いやすいってことなんですか。そうそうそう。セラギシジャパンって技なんですか。技名なんですか。技名だって。これ開発した人はおるんだ。それがセラギシさんですか。俺じゃねえけど。え、俺じゃない、俺が開発した。なのにセラギシジャパンって名前。そう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 。バグりだ、バグり。あ、本当にあるんですか。あるで、これ本当に偉大だよ。
あ、そうなんですか。偉大な人の生まれだけど。正式名称なんていうんですか。ん、正式名称は。あ、ない。あ、ない。正式名称ない。あ、じゃあ命名したってことですか、寺木さんが。まあ、こういう名前しかしない。前からね。はい。へぇ。あ、出されちゃったって言ってたに。あ、そうなんですか。腕を上げたいなら。そうですね。そういえばもう4月ですもんね。塗装職人の成り立ての人とか。そうそうそう。多いんですか。多いですかね。寺木さん何月これ始めたんですか。あれ、はい、俺それぐらい。あ、やっぱそのぐらいですか。学校終わってすぐまで。あ、やっぱそうですよね、うん、なんかあります、新米塗装職人の人たちに。なんかアドバイスか。はい、この業界に入ってくるの真面目なやつはいないで。はい、真面目なそんな、そう、仕事せんだろ。アドバイスか、何がいいかな。じゃあ俺のとこ来るか。そうですね、ぜひ求人道場で。求人道場。最初は何を意識してやったらいいんですか。まあ最初は、あの、は早くやらんことなの。あー、質を。遅くてもいいで。はい、きっちりやってこいって。おー、質を大事にみたいな。そう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 。いい親方に。あ、まあその時に親方がどうかなったにもよるね。え、もうなんか、なあなあな人だともうすぐ辞めて次探した方がいいとかな、うん、なんすかね。あ、この会社俺に合わんわって言ったらもうやめたわけ。あー、なんか、それとか社長もよく言ってますね、うん、なんか楽だけど、みたいな。そう、楽だからいいやは、なんかあんまり良くないみたいな。うん、ずっとやめてほしい。自分が伸びんだけなの。ずっと働いてた親方とか、はい、先輩がそういうなあなあな人だったら自分もそれになっちゃう、はい、だから自分がどう変わるかなんだ。ほう、変わりたいと思っとるなら自分で居場所を見つけなか、はい、だから、あ、そこはそのままでいいやっていう、なんか自分もそのままになっちゃうんで、はい、自分で見つかるボテかなか。で、自分が変わればその分仕事もあるで。はい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 。まずその会社にとってじ絶対な存在になった方がいい。ああ、必要なんだぞ、うん、みたいな。お前辞められてもうちは困らんじゃダメなんだ。はい。ああ、もうそれもうあれですね、全新社会人に言えますね、うん、それぐらい考えたよね。はい、お前辞めてもうちは困らんでいいよ、辞めてきゃって、はい、いう、あの存在じゃダメなんだ。お前やばいと、うちやばいわっていう絶対的な存在になることだね。はい、はいはい、めっちゃ綺麗ですもんね、本当に。いや、すごいな、完成って感じですもんね。だからまず仕上げた感じで塗るんだ、はい、いや、すごいな。下塗りが一番肝心なんだって、上塗りが一番肝心なんじゃねえんだって、はいはいはい、下塗りなんだって一番肝心なんだ。一番最初につまずいたら、はい、次もつまずく、一緒なんだよ。まずは完璧な下地作り。はい、そっからだね。これに上塗りを入れるだろう。この中にまず上塗りを入れる。空の、空なんだけどな、空がんだ、はい、今、はい、入ってるとして、入ってる手で、はい、塗り方あるの。もう乾いた手な、これ乾いて、はい、上塗りの塗り方ってあるの。なんか、早い、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ早いよ、今回。あ、そうなんですか。めちゃくちゃ早い。で、こんな、なんか3回もやっとらんでいい。あ、そうなんですか。そうそうそう。で、綺麗なんですか。綺麗、ね、いや、綺麗にしやんか。あー、ね、名前あるんですか。ちょっと大技、大技、ちょっとした大技。はい、これ俺しかね、多分やれんと思う。はい、他の人は多分やれんと思う。なんすか。怖くてやれんと思う。はい、どうやってやるんですか。まあ、ローラーこれ持っとるだろ。はい、持っとって、あんまり入れてかな。はい、待って、ちょっと飛んできた。こうやってやる。はい、パシャンパシャンってなるだろう。はい、そのロープシュッシュッシュッってこうやってやる。あんなに綺麗に下塗り塗ったのに。そうこれちょっとした大技、荒技っすね。荒技だろ、これ。そういうやり方もあんなに綺麗にこだわって塗ってたのに、下塗りこだわって塗ったのに、バシャンってかけるんですよ。このスタイルは誰にも真似できねえ。できないですね。できねえだろ。はい、実際俺もやまだやれてないですか。まだやれてない。やれるわけねえやな。そうですよね。じゃあお客さん見といてください。バシャーンで。やれるか。お疲れ様です。お疲れ。どうだった今日は。すごいですね。めちゃくちゃ綺麗です。完成品みたいでしょ、本当に。下塗りでまず完成品を作らなかった。はいはい。で、あとはぶっかけるだけです。あれはなんか本当に俺がやってるみたいなのあるだろ。あれは一つネタだ。ね、そう、いや、分かります、多分。そうやるか。あ、
こだわってますね、やっぱり。こだわる、こだわる。すげえ。まあ、とりあえず仕事は楽しくやらんとよ。はい、それは思います、本当に。だって、明るい楽しい仕事大好きだろ。はい。塗り替えするというモットーですか。モットー、はい、だろ。だって、気にしないで。はい。仕事はバッチリ楽しんで、はい、がっつり弾けよう。おお。っていう風だな、俺は。俺はこういうキャラ。はい、大事ですよね、でも。大事、大事。大体仕事する暇が長いが、はい、1年通して、はい、だったら仕事楽しんだ方がいいんだろう、はいはいはい、毎日仕事するのが楽しい、それが一番だよ。そうですね、俺はそうしてる、はい、だから休み日なんか退屈でよ。ああ、それは分かります、うん、それはマジで分かります。退屈でよ。ドラクエぐらいしかないですもんね。そうそうそう、それしかねえな。それしかねえ。まあ、そんなもんすか。まあ、いろんな職業あるけどな。はい、自分に合った仕事すればいいです。楽しんだもん勝ちですね。楽しんだもん勝ち、仕事を楽しんだもん勝ち。はい、楽しみ仕事もあるだろうけど。はい、そうです。じゃあいつもの宣伝道場お願いします。宣伝道場とか、はい、求人道場と、社長がいつも言ってる求人道場と外壁塗装のマッチング。外壁塗装のマッチング、あ、外壁塗装のマッチングだけど、サスライトのマッチングに変わっとるもんで。お客さんとサスライをつなぐ会社という風になってる。はい、登録しちゃって。まあまあ、また近いときそうだな。そうですね、取れるうちに。もう、オッケーなとこのお客さんちょこちょこ来んと、はい、当分見れないですからね。当分見れないで、はい、もうオッケーなとこ一回取りに来たら終わりだと、はい、やばいっす、なくなるで。年3ぐらいになっちゃうんすね。年3ぐらいになっちゃう。ダメだとばっかだったんでしょ。はい、またこのおちょくった動画が見たかったら、はい、また見たって。はい、また会おう。Oh!